スタートの合図で一斉に走り出したのは、大阪府警育野署の警察官と大阪海生学園高校のサッカー部などに所属する生徒ら合わせて68人です。この活動はランニングパトロールと呼ばれていて、通勤や通学の際に地域の人が町の見守りを行うものです。 生徒らは普段トレーニングで走るという500メートルのコースを周囲に目を配りながら駆け抜けていきました。コロナ禍も落ち着きまして、あの新学期も始まって、これからがまあ防犯の正念場というところで続けていきたいと思っております。警察は、ウォーキングや犬の散歩の際などにも街を見守る意識を持ってほしいと話していました。